先生の絵柄の可愛さはもちろんパッと目を引く色使いが大好きです。先生の背中で人生に汚いバズらない可愛いバズるで塗った時の違いを見てみたい。バズらない色使いだったらこういう色とかかな、こういう色とかこういう感じかな。これなんかいまいち感分かってくれると嬉しいんだけど、まず何が悪いかって言ったらちょっと感覚的に説明しづらいんだけど、配色自体は間違ってないんだよ。基本的になんだけど、ここら辺の色はあんまり使わない方がいいっすね。特にここやばい、マジで。ここら辺色が下品すぎるから、ここら辺がいいかな。とあとなんか、まあ、ここの上積みは使ってもいいけど、ここマジでやばいから難しい。相当色センスないと使っちゃいけない色だから、ここら辺って。紫とかのね、ここら辺の色は本当に難しい。ここら辺とかがすげえ使いづらい色なんだけど、でも途端にここら辺の色だったらめちゃくちゃ使いやすいんだよ。黄色とかもこういう色とか、この色はめちゃくちゃ下品下品な下品。素人が使ったら危険。こういう色とかめちゃくちゃ下品なんだ。使うんだったらこういう色とか、黄色だったらこういう色とか、ピンクだったらこういうとことか、ここら辺は下品なんだ。分かってくれると嬉しいんだけど、説明はこれ以上できないの俺は。こういうのは下品なんだけど、こっちは使いやすいじゃん、すごく。まあ一番簡単なのは使わねえってことが一番いい。主張が激しすぎる。ここのゾーン、とりあえず君のパレットは申し訳ねえんだけど、ここがないとした方がいいと思います。こういうパレットですっていう。色によっても違うんだよな。例えば肌色に関しても、黄色系統の肌色を使うときと、ピンク系統の肌色を使うときあって、肌影がだいたい、こっち流行りっすね。左が2000年代後半ぐらいかな。これもなんか別にどっち使ってもいいんですけど、こっちでこういう影使っちゃうと相性があんま良くなかった。逆もしかりだったり。影濃くすればいいって右上あたり使っちゃって、濃くしちゃうとおかしくなったり。こっち側だったらいいんだよね。例えばこのカラーパレットのオレンジ部分とかってすげえ使いづらいです。汚い色代表。俺の中では。ここら辺の色使うのは相当難しい。逆にここら辺とかすごい淡い感じの使いやすかったりとか、こことか。ここめっちゃ使いやすいよ。黄色とかも行き過ぎ。ここは行き過ぎなんで。だから極端なこの位置とかは使いづらいんじゃない?ここ、ここ。ここはいけんだよな。ここは使いやすい。まあ、まず、初心者だったら、ここの属、こことか。ここら辺はあんま使わなくていいんじゃない?ここよりちょっとどっちかずらした方がいいかも。ここは使うわ。ここのカラーサークルよりちょっと寄せたらこっち。なんか使うとき。理論がわかんねえんだよな、俺も。原色に近すぎて使いづらいってのはあるか。黄色とか特にめちゃくちゃ目に悪いから。ちょっとずらして押さえると。これとこれは違うってわからない人もいるんか。右が変なのはわかってくれるんだよ。これ単体で言ってもあんまり意味ないかもしれないな。初心者が使うとダメだけど、上手い人が使ったらここら辺も全然綺麗になります。こういう汚い色使っても肌色を今まで通り使うと汚く見えるんだけど、こういう時は紫寄りに濁らせてやれば、こっちの方が落ち着いてんの分かりますか?いや、俺なんでこれが自分でやれてるのかを説明できない。こういう色使った時は普通の肌色使うよりはこれぐらいの色使った方が綺麗に見えるとか、これ普通の肌色だけど、こっちの方、絵描くときに安定するかな。でもこういう茶色とかにしたときは逆転しちゃうよ、これ。なんとなくで分かっちゃうけど、何も勉強しないんだけど、なんでだろう。わかんない。直木先生に聞いてみる、マジ。聞いてみるか。じゃあ聞いてみるってことで。あ、色の対応のテーマいいな。わかりました。じゃあちょっと相談してみます。